繋ぐもの。渡つみに沈みし命脈。今ここに繋ぎ止めようぞ。思い出せ、汝の姿を。答えよ、汝の名は。このものが、間違いありますまい。光が差し示した場所に倒れていたのです。声、誰だ。見たところ、どうやら船乗りのようですな。にわかには信じがたいことですが、スロンとクリスタルの輝きを信じましょう。人は見かけによらぬものですぞ。それよりもまずは町で手当てを。話はそれからかと。生き延びたのか、俺は。ここはハルシオニアの宿屋です。安心なさい。ようやく話ができますね。早速ですが、あなたのことを聞かせてください。俺のこと？いや、俺はただの船乗りだが、高波に襲われて海に落ちたのは覚えている。それか、それで流されてきたのか。そうでしたか。これもやはり。うん。おお、
船乗り殿、気がつかれましたか。心配しておりましたぞ。彼はスローン、私の護衛です。護衛？さて、そろそろプラシド国王陛下とのお約束の時刻です。わかりました、スローン、今参ります。国王陛下との約束？君は一体。私の名はグローリア、グローリア・ノイ・ミューザ。今は滅びたミューザ国の王女、いえ、元王女と言うべきですか。王女だって？しばらくこちらでお休みください。また後ほどお話しましょう。ああ。おや、もう大丈夫なのかい？ああ、世話をかけたな。困った時はお互い様さ。気にしないでいいよ。ありがとう。ところで、この国、ハルシオニアだったか。どのあたりにあるんだ？おや、ずいぶんと遠くから来なさったのかい。地図だと、ほら、このあたりだよ。なんだこの地図は。ここは一体どこなんだ？それにしてもあんた、災難だったね。ああ、乗っていた船が転覆したんだ。まるで嵐のような大波だったよ。この間の高波かね。この町は被害はなかったけど、浜辺の方はひどいありさまさ。そうだったのか。一度海の様子を見に行ってみるか。浜辺は町を出て南さ、街道沿いに進むといい。そうだ、この地図を持っていきな。助かる、ありがとう。
おう、グローリア王女、よくぞ参られた。本日お越しいただいたのは他でもないミューザ王家の将来についてだ。グローリア王女が我が国へと身を寄せられてからもう3年、国を失った痛み、世が計り知れるものではないが、この国で身を固める道を考えてはどうであろうか。それがミューザ国の再興にもつながる。最小のオルテンに世もそう悟されてな。オルテン殿が？さよう、良縁をお探しいただくよう私めからお願いいたしました。今は亡きミューザ国のためにも王家の血筋を残しなさいませ。スロン、あなたの意見を聞かせてください。王家のためということでしたら、オルテン殿の提案を受け入れなされ。おお、さすがは当代随一の剣士と謳われたスロン殿。いや、道理をよく分かっていらっしゃる。ですが、決めるのはグローリア様ご自身、わしはそれに従うまでのこと。プラシド陛下、我が王家の行く末にまでご配慮いただき感謝の言葉もございません。ですが、私にはなすべきことがありますゆえ、こたびの縁談のお話お断りいたします。なんと陛下のご好意を断るおつもりか。すでに色よい返事もいただいている。それが保護になれば陛下の対面にも傷が。オルテンよ、世は恩を期待してグローリア王女を迎えたわけではない。長年の遊戯あってのことだ。グローリア王女の意志を無限にはできぬ。してグローリア王女はこの後どうするおつもりか。我が国の秘宝4つのクリスタルを見つけ出し取り戻すための旅に出ます。スローンのおかげで風のクリスタルのみ私の手にありますが、残りは何者かに奪われたまま。我が王家に伝わる四行詩にこうあります。世の断りを司りしクリスタル、火、水、風、土の力、人の手に余るものなり、解き放せし時その力は災いとならん。しかしてさらなる災厄が訪れるであろう。このまま放置しておけば海面の上昇だけでなくさらなる災いが起きましょう。その災いを防ぐことがミューザ王家の血統である私の役目なのです。そうか、うむ、相分かった。グローリア王女、己が使命を果たされよ。感謝いたします、プラシド陛下。Thank you.
ひどいもんじゃろ。ああ、話には聞いていたが。すごい高波だったからね。何もかもやられちまって。魔物、ばあさん、逃げろ。油断するな。さて、俺の番だ。おお、危ない危ない。よく見たら人がいるではないか。だからいつも言ってるでしょ、ちゃんと考えて魔法を使いなさいって。細かいことだ、気にするな。気にするわよ。君、大丈夫？ああんたたちは。通りすがりの傭兵と学者ってとこかしら。私はアデルで、我が輩がエルビスだ。おしゃべりはここまで。次はちゃんとやるのよ、エルビス。うん、任せたまえ。行くわよ。やあ！我が輩の番だな。排除させてもらおう。まだまだ。行くか。はあ。どうする。祝杯をあげんとな。やるじゃないか、若いの。見事な戦いっぷりだったぞ。ほんとほんと、どこかの学者よりよっぽど役に立つかもね。おいおい、それはないだろう。我が輩も十分に活躍したと思うのだが、君もそう思うだろう。ああ、まあな。急に話を振られて困ってるじゃない。君、本当のこと言っていいのよ。この人、ちょっと褒めると調子に乗るんだから。そうそう、存分に褒めたたえてくれたまえ。そういう意味じゃないわよ。まったくもう。助けてくれてありがとう、アデルさん。アデルでいいわよ。我が輩もエルビスと気さくに呼んでくれたまえ。しかし、傭兵や領事には見えんが。いや、襲われている人を助けただけだ。おお、それは正義感の強い青年だ。気に入ったぞ、若いの。よし、町へ戻ったら一杯おごろうじゃないか。いいのか。気にするな気にするな。ここで会ったのも何かの縁だ。そういうことならごちそうになるか。そうそう、遠慮なんていらないわよ。これは久しぶりにうまい酒が飲めそうだ。そうだ、これと同じようなものを見たことがないか。これはアスタリスクといってな。我が輩はこれを探して旅をしているのだ。で、私はエルビスに護衛として雇われた傭兵ってわけ。アスタリスクを持っているやつがこの国にいると聞いてな。すまない、
俺もこの国は初めてでね、実は遭難して流れ着いたばかりなんだ。遭難？それは災難だったわね。まあ大きな怪我もなかったし、命があっただけでもよしとするさ。そうかそうか。では君の幸運と我が輩たちとの出会いを祝して早速酒場で乾杯といこうじゃないか。上昇人から聞いた噂なのですが、砂漠のサバロン国にて町の一部が水没するほどの水が湧き出しているとのこと。砂漠に大量の水とはまた奇妙な話。これは間違いなく水のクリスタルの力でしょう。サバロンといえば我が国とは友好関係にあった国。国王のリオン陛下ともお会いしたことがあります。お聞きすれば何かわかるかもしれません。では早速サバロンへ向かい。お待ちくださいグローリア様、隠れていても無駄だ。そこの者たち姿を現せ。さすがは大陸随一の剣士と呼ばれるだけのことはあるわね。わしを知っているとはただの物取りではなさそうだな。お主たち何者だ。見破ったご褒美に教えてあげるわ。私の名前はセレネ、そして俺様がダグだ。そちらのグローリア王女が持っている風のクリスタルを渡してもらえないかしら。素直に言うことを聞いてくれれば別に何もしないわ。でもおいセレネ、そんな面倒なことせずにささっと奪っちまおうぜ。見たところ護衛は老いぼれたジジイだけだ。こいつを片付けりゃグローリア王女だって。ほう、老いぼれと侮るか。まだまだ若い者には負けてやるつもりはないぞ。はっ、ジジイのくせに生きりやがって。この場で棺桶に叩き込んでやろうか。それはアストリスク。その通りよ。今さら後悔しても遅いぜジジイ。何、お前たちミューザ国を襲ったやからか。ミューザ、何の話だ。違うようだな。ただの金で雇われた傭兵か。さて教えてもらおうか。誰に頼まれた。くそ。おい、剣を捨ててもらおうかジジイ。さもないとこの子供がどうなるかわからねえぜ。やめてよ、話せよ。スロー、卑劣な。子供を人質に取るとは。何とでも言いやがれ。勝てばいいのよ、勝てばな。さあ風のクリスタルを渡してもらおうか。おやめなさい。風のクリスタルはここにはありません。なんだと。どこかに隠してあるってことね。それじゃあグローリア王女と交換にしましょうか。何？良いでしょう。その代わり子供はこの場で解放なさい。グローリア様、随分と聞き分けがいいじゃねえか。だがさっきはよくもコケにしてくれたな。スロー。大丈夫ですグローリア様、この程度どうということはありません。そうかそうか。だが
まだ終わりじゃねえぞ、オラ！とっとと、グローリア様。私が人質になると言っているのです。おやめなさい。なんだと？生意気な姫様だな。おい、どうなっても知らねえぞ。ダグ、もうそこまでにしなさい。どうやら持っていないというのは本当のようね。約束通り、子供は話してあげるわ。まだ動くくらいはできるわよね。風のクリスタルを持って町の北にある廃屋まで来なさい。そこでグローリア王女と交換してあげる。ただしハルシオニアに救援を頼んだら、あとは言わなくてもわかるわね。じゃあ待っているわよ。また後でな、グローリア様。うん、私の番ね。やっ！よし、やるか。とどろけ！できた。俺の番だ。やるじゃないか。
つを使うか。我が手に集え。さて、私の番ね。やっ！排除させてもらおう。みんな強い強い。新たな力だ。我が輩の力見せてやろう。さて、さて、守りを固める。とどろけ！大したことないわ。到来ってやつだな。私の番ね。こうやってやこれを。好きだらけよ。
私の番ね。いたか、我が輩の力。いい感じだ。到来ってやつだな。大したことないな。大したことないわ。さて、えいっ。魔力がみなぎる。まだまだ。私の番ね。行くわよ。こうやって追い切る。どうするか。これを使え。危ないところだった。次だ。はあ、みんな強い強い。好機到来ってやつだな。さて、ないな。行くか。これを助かった。はあ。よよよよ。我が輩の番だな。魔力がみなぎる。どうするの？強いんだな。おお、この力は。次は何ができるのかしら。
行こう。さて、これを使って、やあ、これを、はあ、うわ、なんと、こいつを使え、炎よ。どうするの？すまん。楽勝だったな。強くなったか。先手を取ったぞ。私の番ね。えい、力。
行けるぞ。俺の番だ。私の番ね。これを使ってこうやって。あら、聞いてる？楽勝だったな。一歩進んだな。そうだったな。先手を取ったぞ。どうするの？やってやる。眼前の敵を撃て。魔力よ。
したことないわ。答えるな。魔力がみなぎる。燃えよ。こいつが弱点か。我が手に集え。よし、聞いてろ。燃えよ。あらよっと。なんてこったい。大したことないわ。危ない危ない。これを使って復活。やっ、俺の番だ。まだまだいけるぞ。行行行どうするの。炎よ。あらよっと。どうするか。全力だ。さて。やっとよ。てらてら。大したことないな。やるじゃないか。みんな強いんだな。
手に集え。あらよっと。よし、いい感じだ。勝利だ。
どうした？僕を助けてくれた人が大怪我をして、それで、それで。わかった、案内してくれ。おい、大丈夫か？あなたはさっきの。船乗り殿、ひどい傷だわ、早く手当てをしないと。わしは大丈夫。それよりもグローリア様が。グローリアがどうかしたのか？連れ去られた。話はあと、早くこの近くの宿へ。ああ。なるほど、そういうことでしたか。事情はわかりました。しかし、あなたがあのスローン殿とは、エマ師匠からお噂はかねがね伺っておりました。エマ殿は息災か？いや、半年前に亡くなりました。そうか。しかし、あやつの弟子とはな、時が経つのは早いものだ。エマ殿の思い出話に花を咲かせたいところだが、すまぬが、そうもしてられん。グローリア様を助けに行かねば。助けにって、その傷じゃ戦うのは無理だって。動くのが精一杯のはずよ。だが。俺が行きます。申し出はありがたいが、お主には無理だ。連中はアスタリスクを持っておる。だからといってこのまま見て見ぬふりはできません。助けてもらった礼もまだしてませんから。お主、我が輩もぜひ手伝わせてもらおう。相手がアスタリスク所持者であれば共に行く理由は十分にある。それはありがたいことだが、お主なぜアスタリスクのことを？これは師匠の部屋で見つけた魔導書です。ご覧の通り、ほとんど読むことができません。しかし我が輩は魔導書とアスタリスクが反応し、文字が読めるようになることに気づいたのです。そこでこの魔導書を読み解くため、我が輩はアスタリスクを集めることにしました。そうだったのか。ですからグローリア王女を助けることは我が輩の目的も果たせるのですよ。よし、そうと決まったらさっさと行きましょう。みな、すまぬ。ご助力感謝いたす。奴らはこの町の北にある廃屋におる。それでは参ろうか。
そうだったな。興味深いな。次は何ができるのかしら。拝見と行くか。どうするの。どうするか。よくだ。よくだ。まだまだ、我が輩の番だな。霊気を。みんな強いんだな。舐めないでよね。どうするの。
の番だ。どうするか。排除させてもらおう。こんなものかしら。強くなったか。先手必勝。私の番ね。せっかくわよ。やっ、あー、やっ、てやいくか。我が輩の番だな。排除させてもらおう。やるじゃないか。チャンスよ。私の番ね。はい。完全の敵を撃て。大したことないわ。我が手に集え。これを使え。どうするの。みんな強いんだな。腕が鳴るわ。
いつが弱点か。解除させてもらおう。よし、聞いてるぞ。我が手に集え。まだまだ行くぞ。俺の番だ。はっはっ。あっ、よし、いい感じだ、いい感じだ。よしか。俺の番だ。行くわよ。どうするか。行くか。全力だ。実力だよ、実力。よし、行くぞ。はい、行くわよ。楽勝だったな。先手を取ったぞ。
どうするか。魔力がみなぎる。大したことないわ。よし、やるか。よし、いい感じだ。それでどうするつもり？姫様を人質に取られてるんでしょ？うん、まずはわしが一人で奴らと相対して交渉を始める。そして機会を見て奴らをひるませる。その隙にお主たちがグローリア様を助け出してくれ。どうやってひるませるのですか？これを使う。先行石といってな、衝撃を与えると激しい光を放つのだ。使う時に太陽の輝きをとわしが叫ぶ。それが合図だ。いざという時のために取り決めた符帳ゆえ、グローリア様も意味を知っておる。なるほどね。じゃあその言葉で作戦開始ね。うん、頼んだぞ。俺の番だ。役者だと侮ったか？チャンスだ。
さーて、ね、俺の番だ。どうするか。排除させてもらおう。余裕ね。攻撃到来ってやつだな。みんな、怪我はないか？楽勝だったな。
ャンスよ。どうするの？俺の番だ。みんな、怪我はないか？俺の番だ。全力だ。大したことないな。さて、はい、やった。回復するぞ。危ないところだった。よし、やるか。危ない危ない。トン、決まったね。余裕ね。
だか。まだ来ねえのか、あのジジイは。少しは落ち着きなさい、ダグ。こういう時は焦れば焦るほど敵の手の内にはまっていくの。大丈夫、あんたはやればできるんだから、いつも通りにね。ああそうだな。これで風のクリスタルを手に入れれば金もがっぽり手に入るしな。それが最悪を生むことになったとしてもですか。最悪だ、そんなザレ言誰も信じてねえよ。クリスタルを独占するための口実だろうが。ザレ言などではありません。あの海の異常に何の疑問も抱かないのですか。そんなことより金の方が俺様にとっては重要なんだよ。愚かな。先手を取ったぞ。どうするの。さて、祝杯をあげんとな。隙ありってな。どうするの。えい、行くわよ。どうするとしよう。大したことないな。みんな怪我はないか。好き合いってな。やった。楽勝だったな。行けるぞ。トン。
が手に集え。私の番ね。私のこと甘く見てた？チャンスよ。どうするか。排除させてもらおう。魔力がみなぎる。あらよっと。こんなものかしら。なるほどなるほど。ワクワクするわね。チャンスよ。さて反力だ。どうするの。様子を見るとするか。祝杯をあげんとな。強くなったか。知らの言う通り、風のクリスタルを持ってきたぞ。さあ、グローリア様を返してもらおう。まずはクリスタルを見せなさい。ダグ。うん。先にグローリア様を解放せ。クリスタルが先よ。グローリア王女を無傷で取り戻したければね。さあ、渡してもらおうか。グローリア様、太陽の輝きを。なんだ。今よ。大丈夫か、グローリア。あなたは。こっちだ。ご無事ですか、グローリア様。大儀です、スローン。喜びの再会は後、さっさと逃げるわよ。うん、はい、残念。こっちが何も用意してないとでも思ったの？おとなしく風のクリスタルを渡してくれたら見逃してあげようかとも思っていたけど、これはちょっとお仕置きが必要ね。存分に痛めつけてあげ。えい、くそ、まだよく見えねえぞ、チキさん。まったくもう。ダーグ、シャキッとしなさい。もう大丈夫だ。
まったく小細工かましやがって。ぶっ殺してやる。くそ、あと少しだったのに、こんなところで。なんだ、これはもしや。じゃあ俺はもう死んでるのか。しかり汝が命を現世につなぎ止めしは我が力なり。汝選択せよ。大いなる災厄と対峙する過酷なる道を進むか、死すべき定めを受け入れ安寧なる滅びを迎えるか。苦難に立ち向かうのであれば完全の光へと進め、安らかな死を選ぶのであればこのまま座して待つがよかろう。先に待つは人の世の理不尽。今ならまだ引き返せる。安らかな眠りと苦痛なき道もあるのだぞ。あえて過酷なる道へと進むか、勇気ある者よ。よかろう。ならば我が汝の運命を切り開くための力となろう。何が起こった？何なの今の光は。この輝きは風のクリスタルの啓示。やはりお主が新たな光の戦士。舐めないでよね。そんなに痛い目に遭いたいのかしら。えっ、力が溢れる。ここは俺が、これが俺の全力だ。一気に畳みかける。やるじゃねえかお前ら。だが俺たちの敵じゃねえな。油断しないでダグ。ああ分かってるさ。さっきは痛い目を見たからな。おちょくってくれた礼は100倍にして返してやるぜ。参ります。you
様子を見させてもらう。傷が癒えていきます。これでよし。我が輩の番だな。ここは守りの一手だ。残念でした。私の番です。さて回復するぞ。行くか。様子を見るとするか。そうだ。そうだ。これを。ここはこれで。次に備える。危ないところじゃったな。さて、私の番ね。残念でした。それではこちらを。助けない。行くわよ。させてもらうわ。我が輩の番だな。これからよ。回復するわよ。残念でした。えっ、参ります。やっ、危なかった。どうするの？次に備える。これでよし。行くか。それではここはこれで。解除させてもらおう。炎よ。お、いけるじゃねえか。魔力が皆いる。こいつが弱点か。我が手に集え。よし、効いてるぞ。邪魔させてもらうぜ。行くわよ。アストラズミ。どうするか。よくだ。はあ。許しません。はっ。
するわよ。お仕置きが必要ね。危ないところじゃったな。復活。守りを固めます。危なかった。行くか。我慢だ。私の番ね。こうやってこの礼は必ず。回復するわよ。よし、やるか。我が手に集え。参ります。まだまだ。残念でした。大丈夫？様子を見させてもらうわ。これを。助かります。我慢だ。危なかった。我が輩の番だな。これが我が輩の力だ。魔力がみなぎる。排除させてもらおう。こいつが弱点か。おえよ。よし、聞いてろ。魔力がみなぎる。こいつが弱点か。やっやってやっ。こんなところで、するね。てめえらよくもするねよ。もう許せねえ。ここで死にやがれ。そうだ、回復するぞ。手間をかけたな。今耐えます。行くわよ。カステラス。まだまだ。そら、そら、そら、なんとかしないと。これを。まだまだ、これからです。聞いてるぞ。はあ、私の番ね。これを使って。はあ、こちらを。すまん。やあ、危ないところじゃったな。助かります。はあ、はあ、行くわよ。様子を見させてもらうわ。私の番です。守りを固めます。力がみなぎる。行くぞ。これが俺の全力だ。バカな、この俺様が。まだやるかい。
しゃ、覚えてやれ。逃がすか。スロン、どうやらここが潮時のようね。おい待て。大丈夫ですかスロンさん。何、大したことはない。心配めさるな。さ、連中が戻ってくる前にここを離れるわよ。先手必勝。さて、させてもらおう。よっ。なーに、実力だよ実力。
けよりってな。私の番です。どうするか。我が手に集え。楽勝だったな。一歩進んだな。これは新しい力？よっしゃ！強いんだな。